シバルは、グアテマラ、ペテン県東部にある先古天気の迷い石。先古天気最大級の都市だったことが21世紀になってから明らかになった。シバルは、ホルムルから 6.5km 北に位置する。先古天気中期に定住が始まった。紀元前150年から西暦100年頃に世紀を迎え、人口は約1万人に達した。 シバルは当時最大のマヤの都市の一つだった。しかし、古典期が始まる前の西暦200年頃に放棄された。フランシスコ・エストラーダ・ベリによると、シバルのグループ1建築複合体は、有名な和尺トゥンのものと同様の天体観測施設になっている。シバルの石碑には、マヤ定地で最古のものだという。1910年に、ゴルム類跡を調査したレモンド・マーヴィンは、 シバルも訪れたが、名前が似ていたためにセーバルと混同されていた。後に、イアン・グレアムが、ピーボディ考古学、民族学博物館のセーバルの石碑の写真の中に、違う遺跡のものが混じっていることに気づき、マーウィンの調査ノートを元にして、シバルが再発見された。グレアムによれば、シバルとはこの地域で、足の生えた沼を意味し、遺跡の近くに沼があることから、名が付けられた。 グレアムは1984年にシバルの最初の地図を作成したが、その後、シバルの規模はグレアムの地図よりもはるかに大きいことが明らかになった。21世紀に入ると、ホルム類石調査の一環として、バンダービルト大学のフランシスコ・エストラーダベリによるシバルの調査が行われた。神殿ピラミッドからよく保存された4.53メートルの巨大な漆喰の 仮面や翡翠製品が発見された。2004年には第二の仮面が発見された。古典記を特徴付ける王や複雑な図像、宮殿、墓葬などを縛るは持っており、エストラーダ・ベリは古典記の始まりを250年頃とする従来の説には最高が必要であるとする。ありがとうございます。